それでは、うずらの卵とベーコンのアヒージョ作っていきたいと思います。うずらの卵は茹でてあるやつじゃなくて生のうずらを、オリーブオイルの中に割り入れようと、できたら半熟ぐらいで食べれたらいいなと思っております。作りましょう。立派。いける。かわいい。じゃん。